サスティナブルウォーは大国同士の砂取りゲームだ。巻き込まれて泣きを見るのは交渉ベタなどこかの国の政治家とゲームの遊び方を知らない素人だ。今来た道をそのまま帰れ。課長？はい。久しぶりだな、トグサ。元気か？休暇再編ですか？少佐たちにもう一度大きな仕事をしてもらいたいと考えている。では早速少佐以下旧家オリジナルメンバー6名を召喚してくれ。俺たちは自分のスキルを生かして自分が楽しいことをやってるだろう。少佐たちに何かあったの？残念だが奴らは消えた。では改めて自己紹介から始めよう。私の名はジョン・スミス。実は君たちと仕事の契約をしたいと考えている。すでに察してるとは思うが私は政府の人間でね。すなわち君たちに選択の余地はないということだ。パトリック・ヒュージ、今をときめくロボット産業の機種にしてサスティナブル・ウォーの寵児と揶揄されている人物だ。こいつは救出作戦じゃなく拉致って言葉。待て！離れろ！立ち込む！少佐、大丈夫ですか？トグサ！斉藤、撃てー！この野郎どうしてくるか。あいつ人間じゃない。課長。親父、久しぶりだな少佐。安心しろ。お前たちにうってつけの話を持ってきた。この屋敷の主、あれは一体何者だ？パトリック・ヒュージ。彼らの電脳はスーパーコンピューターをはるかにしのぐ処理能力を有している。電脳につながった感覚では奴は人間ではなかった。あれは何だ？我々は便宜上奴らのことをポストヒューマンと呼んでいる。これが今から2ヶ月前に起きたポストヒューマンによる最初の事件だ。奴は核ミサイルをぶっ放してもう一度核戦争を追っ始めようとしたってのか？動機は不明だが、彼がミサイルの着弾点に設定していたのはモスクワだった。それはポストヒューマンたちの共通の目的なのか？そうとも言い切れない。我々が監視してきた状況を鑑みるに彼らの目的は既存の社会構造の転倒だ。福岡は久しぶりですか？そもそも日本に戻ったのが久しぶりなんだな。パパ、パパ、パパだ。お前ら変わらねえな。あ、ショウさん、お久しぶりです。私、江崎プリンと申します。プリン？こちらがプリンのプロフィールになります。おお、大したもんだな。我々が掴んでいる帰国に存在すると思われるポストヒューマンのリストだ。それも含めてこの3名を確実に捕獲することで今後の対応を検討していく。人類が初めて遭遇する共通の敵との戦いだ。なんだ君は。昨日日本国内で発症したとされる3名のポストヒューマンのうちの1人矢口三次28歳の姿が福岡市内で確認された。お前の目的は何だ？私は本気でこの国が好きなんだ。この国をもう一度復興させるためなら
私は何だってやるよ。彼はあなたが知る島村隆とは全く別の存在になっていると思います。今のところ我々にも説明することができませんが、彼は今後殺戮やテロを引き起こす可能性が極めて高いの。お兄ちゃん、どこ行くの？わからないけど、みんなが行きたいところだよ。あなたも乗りますか？おい、トグさん、トグさんが消えた。トグさん！